さあというわけで,です、ね、現在、えー、ツイキャス途中から見ている方もいらっしゃると思いますので、えー、これ今何をしているかといいますと、ユニバーサルミュージックのです、ね、カタログ部から NWA の3枚アルバムが、えー、発売されることになりまして、これが、えー、12月9日発売、なんと3作品すべてに、えー、歌詞をつけて、ですね、えー、日本語大訳もつけて初めて発売する、そして、えー、NWA はで、初の電気映画、ストレイダー・アート・コンプトンは、えー、今月の19日、えー、先行上映。 翌週から全国上映されるということで NWA の魅力をです、ね、皆さんに分かりやすく、えー、映画のよしにもなるようにということで、えー、BMR 編集長そしてストレートアウトコンプトンの字幕監視を務められた丸谷久兵衛さんをお呼びしておりますそしてぜひじゃあ次のアルバムをもねああ、もう一つあの歌手対役の話がああばかりがあの出てくるんですけど、はいあの えと解説も素晴らしくてこの m w n t h e p o s s e に関してはデジマさんバウンスの出島浩二さんがさすがねこの時代を唯一ちゃんと語れる男出島浩二というあのこれ私に振られても語れませんからこの時代はいいいや素晴らしいです4センチほど書いていただきました、うん、これは本当に素晴らしいあのこのジャケットは実はあのただなる流用であるというみんながずっこける結論もちゃんと書いてるていそしてですね。ね<の>これぜひあの 中身を買った人だけのお楽しみということでこれ、右上にこう、<laughs> 無情だよね、<laughs> しかもこれ、例えば当時だと LP の時代だとシールでこう参加アーティストが貼ってある部分があるんですけど、今だとこれがデフォルトになっちゃってて、CD のん度かな、これだからインクを、これじゃあ、コインで削れば見えるかって、そういうもんじゃないからね、隠れてる人が誰かっていうのも、手島さんの解説にちゃんと書いてるいる。 これは本当に親切な解説ですね。ということで、じゃあ次の、はい。次のストレートアウト・コンプトンに関しては、あの長谷川町三さんが、これまた素晴らしいことを書いていて、はい、あの当時のコンプトンの,あの経済状況とかね、そこら辺もを交えて書いているという。で、あの最後に2月4フに関しては私が書いているというのがありまして、ね。はい、で、まあ、ストレートアウト・コンプトンの話ですよね、まあ。まさに映画のタイトルはここから持ってきたっていう。うん、ちなみに。 はい、昔の放題はコンプトンの無法者たちだよね。そうです、ね、<laughs> あれ、あのひどいライナーがついてたのって、この頃いや、それは違います。違うはい。じゃ次のアルバムですね。ああ、あれはひどかった。あのだから今、ライナーの話したから言うけどあの、昔のひどいライナーとは全く違うライナーがついてるから、安心してくれ今。今回はちゃんと長谷川町夫さんに新規ライナーで書いていただきました。うんあの 今挙げたその根島浩二、長谷川祭司そして私というのは全員あのこの時代のこの音楽を愛しているから私がのの25年とかその30年ぐらいの,その雨日本におけるその黒人音楽評論会特にヒップホップ評論会で一番気に入らないのは東高制定ってことね、はい、東が高くて西が低いという見方があって。 それは牛糞つまりブルーシッドだと思うわけですのなんとなくそのインテリいやだってさ東海岸のヒップップだってみんなインテリがやってたわけじゃないのよあそうですよね、うん、なんか知的な感じを醸し出してますけどなななななでもそれもだから多分日本でのその何というかなあの報じられ方によるバイアスがかかってなんかそういう感じっていうのもあるしそれをでしかもあの当然ながら音楽評論家とか音楽を語る人間っていうのがあの やっぱりインテリーあのそれがラッパーだ日本のラッパーだったとしてもどんなに悪ぶってても実際はインテリだったりするわけでうん、うん、そういう人たちが語って愛しやっぱり愛してきたのは東海岸ヒップホップだったりするわけじゃない、うん、だからこれがその西海岸のヒップホップが好きでそれをちゃんとあのこう理路整然とという理路整然はわしの文章を理路整然としてるからは別にしてないけどさあ,のある程度の。 饒舌さを持って描ける人間が出てくるまでちょっと時間がかかったってことだよね、なるほど、ね、やっぱ当時はちょっとね、あまりにも新しく、まあ、ニューヨークはどうしてもね、先に当たっちゃったっていうのもあるのであるし、まあ、だからそこら辺が昔の,あの恐ろしいライナーに反映されたりするんだけどな、<laughs> まあ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 、まあ、とにかくそのデビューアルバムですよね、ン NWA のちゃんとしたデビューアルバムをこれっていう,うん、うん、ちなみに、映画のポスターとかだとですね 5人ですよ、ね、そうね。EGE、えー、Dr.DRAE、DJ イエラ、えー、アイスキューブ、m c レン<う>この五人、まあ、映画にも基本的にはこ,うこの5人が登場するんですけど、まあ目、ほとんど3人のような気もするかなうん、うんうん。まあ、このジャケットだと、これ6人。<laughs> これ1人誰やねんっていう、あのー。アラビアン・プリンスという人がいましてね、はいはいはい。 レンとかがちゃんと加わる前にいた、まあ、初期メンバーファウンディングメンバーの一人創設、うん、メンバー。そうなんだけど、えー、とー役割を考えてみるとね、うん、だからもしこれがイージーがラップしなかったらもしかしたらそのままいけたのかもしれないんだけどレンが加わりイエラが加わりそうすると音を作るのはドレイとイエラでしょ。うん、でステージで あの活躍するのはまあじゃあイージーもちょっとやるけど俺とレンかなと思ってたんだけどあの大学に行きかけたアイスキューブが戻ってきちゃったのねこれんで戻ってきたんですかうんこっちの方は金になると思ったのかな<ー>私はそこら辺よく知らないんだけどそうすると結局ラップ力でアイスラップ力作詞力でアイスキューブに勝てないからうん、うん、そうするとこうあれ もともと一番いけてたはずなのに <laughs> この身の置き場のなさは何と思いまあ脱退しちゃったっていうでもよりこれジャケ写を撮影した時にはそれはあれねあのガイのファーストアルバムみたいなもので <laughs> あれティミー・ギャトリングがいたんだみたいな <laughs> これねガイ知らない人には全く分からないと思うんだけどあの恐ろしいことにあのこんなこの銃構えてるこの人たちがいる時代と あのバブリーね、そのスーツ着てみんなであのニュージャックスイング踊ってた時代って一緒だからね、びっくりすることにうん、うんまあ。まあでもね、アルビアン・プリムまも一曲参加してる曲はあるっていうそうね、まあでもこれ、あの面白いのは人間の顔って下から見ると誰か誰だか分かんないんだなって、これ,よくこれを見ると一瞬分かんないのよ,、ね <laughs> よ,ね、よく見ると、ああこれがアイスキューブなんだなとか分かるんだけど。アイスキューブの話すると アイスキューブが、ね、役者をやれたのには、はい、役者になったのはやっぱり理由があると思って,てどんな理由ですよ。嘘つきだってこストリートアウト・アウト・コンプトンの1曲目から、まあ最,初にね、あの最初にナレーションの,あのストリート・ナレッジの力を見せつけてやるみたいなことを言うのは奴隷なんだけど、ねうん、なしかもな、なぜ奴隷がアナウンスやってるのかそれも謎なんだけど歌詞の最初っていうの,あのちゃんとしたバースの最初を担当するのはアイスキューブでしょ。はい、ストレートレンンプっって言って言るけど 冷静に考えると彼コンプトン出身じゃないんだよねよくスレーターとコンプトンっていう意味はコンプトンがコンプトン出身コンプトン直送コンプトンから出てきたって言ってるんだけどサウスセントラル出身なんですこれどれぐらい違いますかねまあまあ1で言うとえっと板橋区と練馬区ぐらいは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 いでもさ板橋区出身って言ってて練馬はまずいだろそれおんま練馬やんけってとか北区やんけみたいなことあるやんなんで板橋の話してるかっていうとたまたまこのライナーにはあの コンプのことを板橋区より小さな町工トって書いてあってはいはいこれは絶妙なこと書いてあるなっていう <laughs> たまたま私が板橋区在住だったりとかねうん、うん、だからそのさその神をも恐れぬ大胆な嘘を曲名になってる部分をそれしかも多分この曲ほとんど自分でしあのアイスキュー部は賢いてるわけでしょうん、うん、それ自分が最初にバース担当してて自分の出身地を偽ってその 全く同時ないそののの皮の厚さうん、うん、だから最初から全部演技だったんだなってはいはいはい顔は怖いけどだからあれもあれも演技,演技あの眉毛の角度も,あれも <laughs> 筋肉を鍛えた末の演技なるほどだってあのさっきの N w N「NWN&ThePossy」の「アビ,ービッチ・ザ・ビッチ」っていうまあねあの口を極めて女性をのる歌だけど、はい アイスキューブ基本的にはあのいいとこの子だからね、らまあそんなむっちゃむちゃ金持ちってわけじゃないけど、ちゃんと両親がいて、両親が割とのちゃんと仇の職業についててで、えーと、アイスキューブ自身もその奴隷みたいな,あんなその駐車違反、そもそも車持ってないからね、バス通学ですか,、ね、そう学だから。そういうこともなく、多分,多分そのファックザポリスって、あとから言いますけど、うんうん、ファックザポリス演奏事件で。 捕まるまでは多分無所属入ったものはなかったんじゃないかな。でそういうぐらい肩ギの子がアビチーザビッチーっていうラップしちゃったりするっていう。最初っから演技だった。<laughs> 演じることができて全,でて全部演技だったんだ。じ公認にして全部演技だった。んう,んうん、うん、そりゃ役者になるわ。ちなみにこのアルバム、うん、当時どれくらい売れたんですかね。これはあそうかあチャート上はあんまり行ってないんだけど、うん、結局当時のだから多分年内ぐらいの 勢いで200万枚とか、なんか相当なヒットすごいですよね,ね。これらなんでいきなり売れたんですかね。当時はまあ歌詞のインパクトっていうのはすごくあったなるほどとは思う。これどういうインパクトがありますか。あ口を極めてまあ悪いことを言ってるんだけど、そのお前を殺してやるとかっていうことじゃなくて、<はい S 1> そのコンプトンという町は ではどんなことが起こっているかどんな街なのかということをまあなぜかサウスセントラルのやつが書いてあるんだけどまあまあそこは隣町のよしみでいいとしようっていうことを克明に描いたあ,ある種のドキュメンタリーだったっていうその当時のななんだろうなニューヨークのヒップホップっていうのはパーティー思考とその意識高い系が入り乱れてたんだけど。パブリックエネミーのみたいな あれはやっぱりほら戦闘的なメッセージだけどあくまでも意識高い系でしょこっちは明らかに意識低い系なの、ね、<laughs> 意識はそうでただただむ,むちゃむちゃ悪いことをいなんていうのかなあの悪いことしてやろうって言ってるんじゃなくてその、うん、パブリックエナミーがその大,学そ大卒のインテリ黒人からが上から見たものだとしたらこれは明らかに。 下から見たもまあ大学行っかけたやつもいるんだけどさ、うん、下から見たそのドキュメンタリーとしてよくできてたっていう歌詞がねやっぱりそのメッセージダンスメッセージパーティーだったニューヨークに対してメッセージというよりはひたすらドキュメンタリーみたいな歌詞がなんだかすご,<ー>すごいっていうでしかもそのコンプトンなんて結局10万人ぐらいの年だからね。 まあまあアメリカというのは10万人ぐらい年でも結構あるんだけどうん、うん、でも例えばアトランダだってあんな,になんかメジャーな街に聞こえるけど50万人ぐらいしかいなかったりするからうん、うん、だけどその中でもそのやっぱりロサンゼルスっていうもののカー県ンゲに隠れてそのよく分かんなかったコンプトンっていう街がここでいきなり名前が出てきたうん、うん、っていうのとあとサウンドがなんだろうなあのこの n w a t h e p o s s e の時はそのまあそのラン DMC に習って。 そのちょっと古いランディ・エムシーンに学んだようなドラムマシーンの乱れ打ちだったものがここに来るともうサンプリングアートみたいになっててなんかものすごい完成度が高いその完成度の高さとその歌詞の視点の異常さがまあその何て言うかなこう相乗効果でなんだかすごいものがあるってことに気が付いた、ね、さっき言った「パブリックエナミー」もなんかすごいのがある ってことに気がつき、はい、あののなんか一部のねツアー同行したらしいんだけどだあのパブリック・エナミがえーがヘッドライナーを務めるツアーで、うんまあ、西海岸地区だけ n w a も入りますみたいな感じだったらしいんだけどそのパブリック・エナミーのチャック D は・ディーは<ー>、ね、イージーが走り出てくる時のその見,見事なショーマンシップといったらないって。やっぱまあ あの社長はやっぱりパフォーマーになるべくしてなったんだなってことが分かったってそのメッセージとの過激さでいうとやっぱりどうしても「f a k ク・ h ポリス l i <ー>ま,まあ映画の中でも結構ねフィーチャーされる曲ですけどうう、うん、ただもう日本人的に言うと「ファック・ h ポリスっていうのがどれぐらいこうやばいことを言ってるかっていうのがなかなかこう分かりづらいところあるんですけどこれどうなんですかね。あのー このツイキャス見てる人の中でどれぐらいの割合があの頻繁に職務質問されるかって分かんないんだけど私なんかねあのまね割と職務質問される方ででも今年まだ4回しかされてないのででも,でも,でもあの本当にだって2014年は15回されたよ1か月1.2回というすごい多分サラリーマンとしては日本最多級の。 あの非職務質問者だと思うんだけど、はい、<laughs> あの職務質問されても何も起こらないじゃない、結局。まあね、マもちろんドラッグはもちろんですけどお,<ー>お酒もタバコも、ね、ーコーヒーも飲まないぐらいそういう人間があのしかも、ねあのまあ、に日本に住んでる日本人だし、うん、何かされるとしてもその時間が無駄になるっていう以外に特に何もないわけよね。だけどそのアメリカの 警察というのは基本的になんていうかなあのマイノリティに対してすごく横暴で,、はい、でその特にその黒人と白人の,そのコンビの警官が来てその黒人の罪もない青年を痛めつけたりするっていうまあまあそのだからあの LA 暴動のロサンゼルス暴動のそのきっかけになったそのロドニーキング大田事件みたいなのも胸もあれなんかすごく分かりやすい例なんだけど。 まあ,あれ罪もない青年罪もない青年って言うけど、まあ、ロドニー・ゲング自身は実際スピード違反してるので罪があるんだけどただ、だからってあんなにボコボコにしなくたっていいわけで大体、うん、抵抗してない人間になぜショットガンを突きつけるのかは分からないっていうそういう状況でその、まあ、あの映画の中にも出てくるんだけどこのストレートアート・コンプトンの、まあ、レコーディング中に。 えー、トランスっていう近所の街でレコーディング中にスタジオの外で白人警官にまあ囲まれ、はいえー、地面に這いつくばることを要求されっていうような事件があって、うん、だからそういう日常はしかもそのたまたまそのレコーディングスタジオの近くでしかもちゃんとあのマネージャーのジェリー・ヘラーユダヤ人のジェリー・ヘラーが見てたからそれがまあ特筆すべきものなんだけど実際には彼らにとってはそれは日常左官時だったんだよね。うんうんうん それはまあ言いたくなるわただしそれを言ってしまうとますます警察から何を言われるか分からんぞっていう状況ではあったというそれぐらい重要な曲であるっていうちなみにえとこのえーリーシューバージョンの「ストレート・アウト・ーコンプトン」だと例の「ボーンサクズ・ハーモニー」イージーのまな弟子ボンサクズ・ハーモニーによるえカバーバージョンの「ファック・ザ・ポリス」が入っていてでこれねあのねすごくいいなと思ったのはあのオリジナルの「ファック・ザ・ポリス」だと「あの アイスキューブが俺がレンゾーと一緒にベンゾーに乗ってるよりもっていうフレーズがあるんでレンゾーっていうのはロレンゾー・パターソンのことでその MC レンの本名なんですよレンゾーだから本名じゃないんだけどロレンゾーだからレンゾーなんだレンゾーと一緒にベンゾーに乗ってるより俺よりも無所に入ってる俺が見たいんだあの警察やろうどもはって言ってるんだけどこのボンサクズハーモニーバージョンだとベンゾーに乗ってエンドウを吸ってる俺っていうあのエンドウっていうのはあの マリファナのことなんですけどいやこういうちゃんとあのそのままレンズを使わなかったところにやっぱりボーンサクズハーモニーのこう意地を見るというねただ、あのーまあ、アイスキューブが改装してるんだけど奴隷は当時ファック・ザ・ポリスはやめてほしかったという奴隷は奴隷自身は。なぜかというとた、うんえー、度重なる警察にお世話になっていて多分あの一時期は。 まあ、かんないストレートアウト・コンプトンをレコーディングする頃は分かんないけど実はあの、まあ、ここで言ってしまうと映画だとそのレコーディング中に、えー、と嫌がらせされたことがインスピレーションとなってアイスキューブが一気に詩を書き上げたことになってるのは、うん、実際にはもっとずっと前からあった詩でそれを発表しようよみたいなことを言ってたんだけどドレーがいや,やめようよとなぜかというとドレ、はい、はまあ えと何度も何度もえ警察のお世話になっていて実は多分当時終末囚人だったらしい末囚ね終末囚人制度っていうのがあって終末囚人制度とかあの昼間囚人制度とかっていうのがアメリカにあるんですよ昼間囚人なんでかっていうと要するに刑務所がいっぱいパンパンなんですよねあの慢性的あのなんとかの過剰人員状態でまあ実は言うとあの ひたちなか市にある水戸刑務所もそうなんですけど定員500人に対して600何人入ってるっていう、はい、なぜか水戸刑務所にだけ詳しい私なんですが水戸刑務所のみんなみ見てないからな残念だけど水戸刑務所からよくあの手紙が来たりしてそういう慢性<あ>定員オーバー状態が続いてるのでなるべく減らしたいんですよだからあの早めに保釈金積んでくれれば保釈するよみたいな制度もあるわけだし。はいはい だからあの貧困性だったらそこもそこ入らないかあの模範囚的な人間は多分逃げないだろうからあの昼間は働きに行ってもよい夜はここに戻れっていう制度だったり、うん、あるいは奴隷の場合もっと緩くてあのウィークデーは働いてもよいホリデーはそう平日は働きに外に行ってよいと、えー、週末はここに住めと <laughs> 住めっていうのも変だな。<laughs> そういうい週末囚人制度があって割とね長いこと週末囚人制度のお世話になっていたのでその最中にファックザポリスはまずいだろうとなるほどあくまでもヘタレなドクタード<笑><笑>まあでもリリースされてまあでもその頃には週末囚人から解放されたんじゃないのああそうですよねお金も保釈金も払ってくれるイージーがもう横にいるしっていうちなみにここぐらいになるとやっぱあれですかあの当時の日本の ヒップホッププホ文化にかは <laughs>、うん、だから、えー、とストレートアウトコンプトと2月4ライフの、えー、ごめんなさいねあのちょっとあ都合上2月って言ってるけどあの皆さん使っちゃダメだからね、えー、とストレートアウトコンプトと2月4ライフの間になんかこう分かってきたっていう感じでただあの当時の,あの日本人が見ていたブラックミュージック像というのはまあ一面では、えー、一面で言うと R&B サイドではまだまだ。 だって89年とか91年なんてまだまだニュージャックスイングなんでまあニュージャックスイングはあの悪く言うつもりは全くなくてあれって SF 界におけるサイバーパンクみたいなもんでだそ,のじそこからその新たな歴史が始まったようなところがあるからただああいうふうにその世界中まあ歴史でも類を見ないようなダンスブームがありああいうダンサブルな R&B が生み出されてる一方で。 でそれはそれで日本でも受けていて、あのー、それこそガイとかボビー・ブラウンとか MC ハマーとかラインしてたわけじゃない MC ハマーをニュージャック・スイングに入れているのかどうかわからないんだけどうん、うん、一方でそのやっぱ意識高い系リスナーがやっぱり意識高い系ヒップホップ、まあ、パブリック・エナミーと,、はい、とかパブリック・エナミーとかパブリック・エナミーとかを聞いてん <laughs> でもそれでももちろんビッグダニー・ケインとかを聞いてる人間いたんだけど。 ビッグ・ダディ・ケインが結構セクシーなイメージでセクシャルな歌詞もあったんだけどただまあすごい悪いことを言ってるわけでもないのでなんとなくあのあ,あいうニューヨーク勢なんかこう髪の毛持ち上がって高いシェフの帽子みたいなハイトップフェードっていうんですけどあ,れあの辺りとそのまあ同じような髪型をしたそのニュージャックスイングの R&B っていうのはまあ表裏一体のものとして聞かれていてでその頃それを聞いていた我々日本人 ブラッッククミュージックファンっていうのはどう見えていたかというと多分陽気な遊び人なんだよ陽気な遊び人そうあの他の日本人から見るとブラックミュージック好きな人間っていうのは、うん、あのあ意外ですね陽気な遊び人だったのあくまでもこれが出てくるまでははい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 これが出てきてあまあだからヒップホップ 聴いてる人間の方もそうだったろうしその周りの人間からもまあこれが出てきてすぐに行ったわけじゃないだろうけどえとはいえ「ストレートアウターコンプト」が出たからすぐにその日本人のなんとかブラックミュージックファンのイメージが変わったわけじゃなくてここからだんだんその3年殺しぐらいでだんだん聴いてきてうん、うん、だんだんでもなんとかな。 NWA が出るまでは、多分ブラックミュージックファンって本当にあの陽気な遊び人の人たちだねぐらいのイメージだったと思うのでパティヤローやろうぐらい。そうそう、パーティヤロー。ここから,だからあの最近の EDM の人たちみたいな見られ方をしてたと思う。あそうなんですね。NWA 以降、柄が悪いとか怖いとかっていうイカつイとかって言われるようになったのはた多分これ以降だよ。<あー S 1> ちなみに当時は売れたんですか<は>い,いや、どうだろうな。 だってリアルタイムで日本版出てないもんねねこれねリアルタイム出てないなで,す、ね、ですねそう、うん、なんかその2月4ライフのついでにこれも出たみたいなタイミングだったからこの時点でもまだその浸透しきってなかったんです西海岸とか NWA っていうものはうん、うん、まだアイスティーの方が先にいたっていうあとはそのえっ、ー、とこれがあまだあれだなこの後にその デジタルアンダーグラウンドとかが出てきてうん、うん、どうやら西海岸というのもいろいろあるらしいなっていうのはだんだん分かってくるっていうその時代です、ね、当時はやっぱりその専門誌とかっていうのもあんまり西海岸のことはプッシュしていなかっただってさ割と95年ぐらいになってもねあのアトランタを西海岸だと思ってるやついる <laughs> しアトランタはねこうもちろん南って南,南部だ南部でどっちかっていうと真ん中から分けたらどう考えても東なんだけどな <laughs> だってえっ、ー、と そのさっきのボーン・サングズ・ハーモニーってまあ,まあこれはしょうがないかもしれないけどボーン・サングズ・ハーモニーはあのクリーブランドっていってあのオハイオ州クリーブランドってまあ中西部のえらい北の方の出身なんだけどなんか西海岸って言われたりねこれはイージーの弟子だからまあ,ある意味しょうがないんだけどあとはまあオークランドっていってあのカリフォルニア州まあ中部から北部にの,あのサンフランシスコベイに面してるまあこれもまたあの黒人都市があるんだけど。 そこ,がそこのラッパーも全員 LA の人って言われたっていう、ね、LA な,なっちゃう,そうオークランドも LA <laughs> アトランタも西海岸当時の評論がどれだけ意識低かったんだろうな意識高い系好きなくせんな <laughs> っていう状態だったのでそんなに浸透は、うん、ここっからだんだんちょっとずつ浸 3, 3年殺し5年殺しぐらいの感じでだんだん浸透してくるっていう。 ちなみに他にこのアルバムの聴きどころとかってありますかまあやっぱり最初の3曲がまあすごくいいなっていうのう最初の3曲というとストレートアウターコンプトンファック・ザ・ポリスあとギャングスター・ギャングスターねギャングスター・ギャングスター本当ギャングスター・ギャングスターって言ってるサビがいいあのすごくなんとかなキャッチーというか単刀直入というかねであとそのギャングスター・ギャングスターはその音楽的にはあのすごくそのファンクなんだよね他のどのど曲よりもファンクで ングギターが入っていたりとかその何よりもファンクで多分後のよりファンクにはまっていくドレイの音像の発端がここにあるんじゃないかっていうの後に「そのド,クタードレー」のトレードマークになるそのなんか上の方でピーヒャロいってるシーンセみたいなのもここに入ってくるっていうのとあとまあ,あのこれはファンクとはある意味関係ないのかもしれないけどあの町田さんのライナーに書いてあるんだけど。 r ローランドの TR808 の音がすごく印象的に使われていてあの気持ちいいんですよ。<laughs> えー、TR808 分かりますか、皆さん。どんな音でしょうちょっと待ってくださいね、これがですね、えー、と今、ガレージバンドでそれらしい音が出せるというね。はい、へあこれですね。<laughs> ものすごいっぽいですね、その音は。これがね、これがなかったらまあ、これね。 どこをどう聞いても偽物のカウベルっていう <laughs> この世界ですよ <laughs> 今のこは非常に分かりやすいです、ね、わ非常に分かりやすいいいよねこれねこれがね iPhone でできるようになってしまうというね <laughs> ちなみにいわゆるこうその頭三曲はもう、はい、ギャングスタラップじゃないですかこう、うん、なんか他にこう 全くそういいうなな感じがしないエクスプレス・ユアセルフはそうねあのこれは、まあ、まあ一説によるとイージーはそこら辺をちゃんと読んでいて、はい、あのまあ最初の3曲はこれはラジオで書かかんないよなっていうまあ諦めもあったとより当時のプロモーションめちゃめちゃ強い媒体まだ MTV よりもラジオぐらいだったりするんでだから ラジまあびね、当時からストレートアウトコンプトンもビデオはあるんだけどその、うん、クリーンバージョンにしないとラジオかかんないよなっていうこともあったしはいはい、はい、クリーンバージョンだったらもうほぼいや一応、いやいやいやあの、ねあのー、これは m フローのバーバルから聞いたんだけどストレートアウトコンプトンクレイジー・マダー・ファックネームー・アイスキューブでしょ、はい、あれクレイジー・ブラザーになってるのかな、確か <laughs> ちょっと愉快な <laughs> マザ。 マザーファッカーって4音節のものをブラザーという2音節に縮めるというこの荒技 <laughs> 一応彼らはちゃんとじゃあそれでリレコリーディングしたんです、ねあのー、それえっとねそもそもそのボーイズン・ザ・フットだかドープマンだか、ね、その頃にあにジェリー・ヘラーがこのマまマま、うん、あのマネージャーのジェリー・ヘラーがね あの「このままじゃラジオ無理よ」って言って頑張ってみんなで書き直した伝説ってのも残ってるんだけどストレートアウターコンプトに関してはそういうバージョンがあるらしいうん、うん、ただただファック・ t h e p はそもそもシングル本来シングルじゃないからそう,、ね、あのそういう書き直しはしてないし、はい、そんなもんどうやって書き直すんじゃんっていう <laughs>、ね、よくあるのは「ファンク・ザ・ポリスとか「<laughs> ね、スクリュー・ザ・ポリスとか「ギャングスターギャングスター」にしてもまあまあそういう割とひ強烈な歌詞が多い中であのそういう 基本的にそのク,クラス,クラスあの放送禁止用語多分一切使ってないエクスプレス・ユア・セルフみたいな保険を作っておこうっていう <laughs> やっぱり社長はあきんどやねちゃんと分かってるさ,さすがのあきんどやは普通だとねこうラッパーとかだといやちょっと俺そんな何かやれないっすリアルじゃないっすよみたいな <laughs> いやそリアルかどうかじゃなくて金が儲かるかどうかなんだよ <laughs> 社長に関して社長に関して社長,社長にとってはそれが全てなんだよでそこでやっぱり あのね、社長がすごいなと思ったのはあの俺は MC ハマーを死ぬほど尊敬してるとへえ<ー>だってあれだけ売れたんだもんって <laughs> やっぱり <laughs> 金なんだよすべてのの彼に,にとってはいやそこがねあのその金だけっていうのを貫いてたイージーってすごいなと思うのねでもそういうイージーがいたからこそちょうどいいバランス感覚で<う>アンダーグラウンドのままじゃなく売れちゃった、うん、売れたしその まああのー、そのままだとまた、あのー、いいあの奴隷はまた無所に入っちゃったりしたかもしれないでしょそこら辺ね、あのー、現実をちゃんと見据えてあの手綱握ってたのは結局イージーじゃなないかなと思うわけよ社長というかほぼなんかあるみたいなねあそういうとこはマネージャーというか <laughs> <laughs> いうところもあるっていうね。 あとは「そのあれか、サムシング・トゥ・ダンス・トゥ」っていう曲がこの、はい、えと本編の最後に入ってるんだけど13曲目これはまあ,あの、時代を間違えたかのような「エレクトロ」っていう、はい、だからあの LA 弁でいうところのテクノホップなんだけどこれはあのちょっと前に j j ァットの「スーパーソニック」が売れちゃったからいや、こういうのも入れといた方がいいんじゃないかなっていうこれももちろん言ったのは <laughs> 社長です。<laughs> あの えと皆さん分かってると思うんですけどあのわれ私が教授って言ったらトールキンのことであるように社長って言ったらイージーのことですからまあねでこれがあのー、ここまあライナーにも書いてあるんですけどあの白人の青年たち、うん、あのねこのここでう歌われていることはあのインナーシティの黒人の青年ち,ちっちゃい町のその,のその何て言うかなあのゲット ままあ、まあ、マーケットって言い方はちょっとあれだなインナーシティのその黒人の青年たちなんだけどがやってるしその彼らの周りのことなんだけどだけどその白人の郊外に住んでるお金もそこそこある、うん、白人の青年たちもこぞって買ったっていうまあだから自分たちが知らない世界を見てしまってそれに引きつけられたっていうのもあるしだいたい多分その住んでる地域が、ね、分かれてるものだからその。 自分たちの警察が黒人に対してそんな暴力振るってるってことすら知らなかったかもしれないっていう。<ー>でそのやっぱりその権威への反抗っていうのは人種とかその階級とか国籍とかを超えてやっぱり若者の心を掴むからやっぱりファックサポリスっていうのはなんとなく惹かれた。いたってい別に自分たちがそんな 扱いされてないされてなくてもねそうやっぱり権威に対して向かってくる部分もあるからあとはそのレーガノミックスの時代を経てんだろうな仮想階級も没落したし中産階級もなんか没落斜用になってしまい中の中ぐらいだった人たちがこぞって中の下もしかすると下の上ぐらいまで行ってしまったそういう経済的な事情もあってうんうん多分自分たちの世代が親のようには なそのいい暮らしはできないだろうなといういわゆるこうアメリカンライフ郊外に家買って。というドリームはじゃなくてなんかこう滅びゆくで俺たちとか黄昏の予感みたいなのがあったんじゃないかっていうこれは町戸さんが書いてるんですけどね。うん、っていうこともありません、ね、でそんなわけでこれはすごく売れたというだから200万枚っていう。プライオリティっていう流通はついてるけど、まあ、ルースレスってね。 社,<あ>社長のレーベル個人商店だもんね。<laughs> そうですよね。<laughs> もうああだって個人商店じゃなかったら社長が撮った写真をジャケット写真に使いません。うんうん,うんねそんな時代の代表したストレイトはコンプトンでした。はい。